平成29年9月2日3日の2日間、阿蘇市で第7回大阿蘇元気ウォーク2017が開催されます。今回のテーマは阿蘇のでっかい自然と美味しいものでおもてなし。毎年大人気のこのイベントの魅力をご紹介します。こちらは9月2日の10キロと20キロコースのポイントになる薬院原湧水。冷たい湧き水が疲れを癒してくれます。いただきます。乾杯。9月2日の20キロコースは内の巻温泉街を通過します。ここはコースの途中にあるホテル前の足湯、なんと飲むこともできる温泉なんです。内の巻温泉は夏目漱石や与謝野鉄幹晶子夫婦も訪れた文豪も愛した温泉地。遠方からの参加者には宿泊場所としてもおすすめです。このイベントの大きな魅力は阿蘇の特産品などの美味しいおもてなしです。コース途中のチェックポイントでは野菜などを中心としたそれまでの疲れを吹き飛ばしてくれるような嬉しい振る舞いがあります。またそこでは地域の人たちとの触れ合いも楽しみの一つ。心も体もエネルギー満タンにしていざゴールを目指します。9月2日3日開催の第7回大阿蘇元気ウォーク2017は2日間で6つのコースをご用意しています。それぞれの体力に合わせて5キロ、10キロ、20キロのコースからお選びください。また8月10日まで事前申し込みを受け付けています。電話、ファックス、郵便振替、またはインターネットからお申し込みください。なお参加は大会当日でも受け付けています。詳しくは大阿蘇元気ウォーク実行委員会事務局 0967-22-3174 阿蘇市観光課内までお問い合わせください。阿蘇のでっかい自然と美味しいものがあなたを待っています。